こんにちは、水野ゆうきです。今日は私が政治家になってからお金の価値観がものすごく変わったので、その話をしていきたいと思います。私たち政治家、首長にしても国会議員、県会議員、市町村議員、まあいろいろな、政治家も形態ありますけれども、皆さんの、税金によって報酬や政務活動費が賄われています。私ですね、大学を卒業してから会社員をしていました。私の家族にも親戚にも政治家は一人もいなくてですね、本当に自分が実際に政治家になって活動させていただける状況なのが不思議な感覚ではあるんですけれども、親の教育で結構ニュースばかり見ていた幼少期を過ごしてきました。そういった中でですね、政治家の方々が結構お金の問題を今でも起こしている、政務活動費の不正利用とか報道が全国的にももうずっと後を絶たない、私自身そのことに対して本当に驚きを隠せないというか、結構許せないっていう気持ちがずっとあってですね。というのも、私はサラリーマンの家庭で育っていて、まあ、父が朝から晩まで会社に行って働いてきて、そのお金で私を育ててくれて、学校も出させてくれてる、まあ、生活を賄ってくれていたわけなんですけれども、朝早く起きて満員電車に乗って一生懸命汗をかいて働いて納めた税金で報酬や政務活動費が支払われているわけですから、そのお金に対してどうしてそんなに無頓着になれるというか、お金の価値観はもっとやはりシビアであるべきだというふうに私自身も思っていました。で、私は大学卒業してから普通にずっと会社員として働いていたんですけれども、当時はですね、私結構長い期間読者モデルをやらせていただいていて、いろいろな雑誌に出させていただいていたんですけれども、やはり20代とかファッションだったりメイクだったりに関心が高い時期でもあって、自分で会社員でしっかりと働いたお金だったので、ファッションとかにお金をかけていました。ハイブランドのものもたまにですけど1年に1個ぐらいは買えるかなぐらいの生活をしていました。2011年、私が28歳の時に、まさに 3.11 の年に私は我孫子市議会議員選挙に、完全無所属で出馬をさせていただいて、そこからもう本当に政治のお仕事をメインでずっとやらせていただいて、私やっぱりその当選させていただいてからは皆さんの税金が報酬として入るわけですから、本当にお金の使い方が変わりまして、20代の頃やりのものだったりセールになってないものでもどうしても欲しいものは購入したりしていました。政治家になってからはもう全然無駄遣いをしなくなりましたし、とにかく節約を心がけるようになりました。というのも、自分がやっぱり民間出身者であるからこそ、あんだけ一生懸命働いて納めた税金を皆さんが託して、それで私たちに町の運営だったり行政をしっかり監査するという仕事をやるわけですから、やはりそこは180度っていうぐらいお金の感覚が変わって、ブランド品も目もくれなくなりましたし、お洋服なんかもセールばっかりで買ったり、私たち政治家ってすごく地域での活動が非常に多いんです。もうそれは正直言って議員それぞれの活動は一人一人に委ねられているんですけれども、私はよく駅頭したりとか、連日いろいろなご相談を受けたり、暑い日も寒い日もやっぱり外で活動することが多いので、機能性というのをすごく重視するようになりました。ただですね、人の前に出る仕事ですから、 TPO をわきまえたファッションというか、コーディネートは非常に心をかけています。で、そこでですね、女性の政治家ってファッションに関してはすごく二極化しているんじゃないかなと皆さんも感じていると思います。私はその中にまさにいるので特に感じている方なんですけれども、私って黒、白、
グレー、ベージュ、で、こういったブラウンとか、モノトーンしか基本的には着なくて、で、私の政治家としてのイメージカラーが赤なんですけど、それはやっぱりモノトーンの中に、まあ、一つだけ赤を入れたりして、ちょっとスパイスを効かせるというようなファッションを私好んでいるので、というのと、もちろん赤がすごく好きなのと、熱意であったり、そういった自分の熱い思いを伝えたいっていうことがすごく強いので、赤をイメージカラーにしているんですけれども、皆さんがテレビなんかでよく見かける、女性議員さんって、それどこに売ってるんですかみたいな、すごい色のスーツであったり、ものすごく目立つ派手な、ファッションをしている女性議員さん結構皆さん見かけると思います。もちろん私はそれはそれで、やはり政治家になる皆さんっていうのは自己主張が強い方であったり、自分をアピールする能力っていうのがものすごく求められているので、そういったファッションとか色とかヘアスタイルとかで自分の色を出していくっていうのは全然私は否定的ではないですし、結構ブランドものをお持ちになっている、議員さんなんかも、まあ、結構いると思います。個人の自由ですし、付託をされて当選してきてるわけですから、もうそれは全然いいと思うんですけども、本当に私のあくまでも個人的な見解としては、なるべく節約をするということと、奇抜な格好やコーディネートは基本的にはしないということですね。地元の方々ってあったりと、同じ県議会にいらっしゃる議員さんはもうよくわかっていると思うんですけれども、私議場なんかでもやっぱり色とかファッションとかで目立つということよりも、割とシックに白とか黒とかで差し色に少し赤を使うぐらいなレベルのですね、議会での質疑しています。私普通に地元の我孫子市にある自宅から千葉市の千葉県庁県議会棟まで普通に歩きと電車3本乗り換えとモノレールとバスで往復でだいたい4時間ぐらいかけて通勤しているんですね。で、他の議員の先生方は運転手がついていたり、まあそういう方もいらっしゃるんですけれども、我孫子から県庁まで遠いので、もし自分の車で行くとしても、時間が見えなかったり渋滞になると議会に遅れてしまうので、正確な時間に着くために公共交通を利用しています。普通に皆さんと同じに朝早く起きて電車通勤で仕事場に向かっているので、報道で政治家のお金の問題とか見ると本当に不愉快になると思いますし、私自身も見ていてとっても不愉快になっています。やはり私自身は政務活動費の内訳を動画にして全部皆さんに公表したり、議員になってからのお金の価値観であったり使い方、皆さんにお伝えすることっていうのも、まあこういった動画じゃないとなかなかできないかなと思って今日はそのお話をさせていただきました。皆さんにとって政治が信頼の置けないものにならないように、本当に私なんかの力ではビビたるものですけれども、しっかりと皆さんに見えるような、形と、それから自分の考え方とかをお伝えしていきながら、地方議員だけではなくて政治家自体の、あるべき姿というのを皆さんにお伝えしていければいいなと思って、今日はこういった動画を出しました。もし、気に入っていただけたり良かったという方はグッドボタンも押していただけると嬉しいです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。